れでいいわ。どれぐらい記憶が残ってるの彼女。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。ここ宇宙ステーションだけど大して重要じゃないわ。聞いて、今とても混乱しているわよね。自分が誰でなぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど信用していいかわからない。でもこれらは重要じゃない。重要なのは、私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから今からはもう過去のことを考えたり自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて、これから君は数えきれないほど危険な目にあって、恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち、夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら。次の場所へ。用意された未来のために道を切り開くわ。錦織のように君と私は一度に一本の金糸しか折れないけど、それはやがて美しい文様になるわ。もういいでしょ。脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。わかってるわ銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて、すぐに誰かが見つけてくれるから、彼らについていくといいわ。君は私以外のすべてを忘れる。選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間、これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。
うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺は炭鉱、こっちは三月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。下だよ。あんた運がいいね。一番危険な絶滅タイクーンは近くにいないし、ここにいるのはあっちこっちで悪さしてる幽兵たちだけみたい。うちらがすぐに侵入者をやっつけるから心配しないでね。そうそう、の髪で背はあんまり高くない可愛い女の子、ミス・ヘルタが代理社長に任命したの。あの子威厳がなさすぎるよ。ここのスタッフでさえ彼女の名前を知らないなんて。制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで。うちらがこのピンチを解決するから。乗員だよ。よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し泊まるんだ。もし何か問題が起きれば正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。ないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。
お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。してるから退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。
ものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。Thank you.
始めようか。
動かないでね。今祝福してあげるから。やっ、うちってばなかなかやるじゃん。おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。あ、真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。
道は知ってる？あれ？そういえばあんた、宇宙ステーションの制服を着てないけど、本当にここの人なの？記憶喪失？やっぱり怪我してるみたいだね。まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげるから。うちのとっておきを食らえ！ルールは破るためにある。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
いい感じ。先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな。防衛課の責任者だから知っているだろう。合流しよう。始めようか。
今さら後悔しても遅い。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか。そうだよ、うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか。確かカードを1枚渡されたような。美月、どこにしまったか忘れちゃった。おい、前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。
行くぞ。待て、最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残って、そっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ、うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。半物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。ありがとう。この機会を逃さないで。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。生死虚実、一念のマナリ。
である。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。ブリッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。これで万全だ。うちってばなかなかやるじゃん。いや、うち今回は足を引っ張ってないでしょ。したのってまさか光栄水？スターピースカンパニーにしかないやつだよね。いや、光栄水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、ヘルタはどうやってこれを手に入れたのか。これら光栄水の入手先はどれも真っ当だ。だが俺の口からはここまでしか言えない。とりあえず身につけてみろ。戦いの役に立つ。Thank you.
敵に遭遇しなかったね。あ、声に出して言っちゃうとヤバい気がしてきた。成長したということだな、ミツケ。やっ、さっき。下手に動くな。生死虚実、一年の間なり、同天元気、超無一角。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決で行こう。次は誰？逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。始めようか。やっ、逃がさない。どけ、騒ぎを起こしたくはない。痛くも痒くもない。殴ったね。即戦即決で行こう。今だ。逃がさない。殴ったね。うちに出くわすなんてついてないね。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。Thank you.
毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし結果オーライね。みつきちゃん、タンコ、お疲れ様。半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるしすごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫？アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く。じゃあな。はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんたちゃんと考えてから答えてよね。うちらは若いんだよ。はつらつと前に突き進むべきでしょ。この人結構見る目があるよね。でしょ、タンコ。俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。行くわよ。アスターがあんたたちを心配してるわ。間違いないわ。
怨霊の執念は形ある手となり、昔日の災厄は天を覆い隠す尾となる。アイオーンの機密書物の内容と一致する。あれは壊滅のナヌークの追従し、まさかこの目で見ることができるなんて。し、あなたもアイオーンの権威と奇跡を見に来たの？だったらあっちに行って、ほら、あそこにいい場所がある。生身で観測するときは交差干渉に気をつけて、じゃないと細部を逃してしまうことがある。アイオーンの次元はとてもかすかな兆候しかない。絶対に見逃さないで。ヒーロー、見たかい？歴史はいつも繰り返す。歴史？ガン、宇宙ステーションでこれほど大きな騒ぎを見たのは初めてです。ヒーラ、君は僕らを助けに戻ってきてくれるかい？僕らが同じような危機に面した時、もし当時の君が母なる星の救済に成功していたら。母なる星？私の母なる星？大丈夫だ。もしヒーラに聞こえたら彼女には理解できる。全てのスタッフがここに避難している。しかし宇宙ステーションにある人外生物を誰も考慮していないのが現状だ。あれらは確かに収集された器物だが、生命じゃないのか？あれらは権利や保証を得ることができないのか？そう、人外生物。人類とは異なる生命体のことだ。中には器物として宇宙ステーションに収容されているものもあるが、大部分のスタッフはそれらの基本的な権利を無視している。このような危機的状況になっても彼らの思考は相変わらず甘い。だがこの俺、ヘルタ銀河法制化の優秀な研究スタッフであるルカーチには、あの見て見ぬふりをしている者たちの目を覚ますという責任がある。もしお前が俺の活動に興味があるのなら、俺のそばで共に旗を振り声を上げよう。
器物の権利を守れ、人外生物を救うんだ。一緒に器物の権利を守れ。よくやった同行者。俺のリズムに合わせてもっと大声を出せ、もっと威勢よく。器物の権利を守れ、人外生物を救うんだ。先生、俺は外に行かないと。レスリーにメッセージを送るんだ。バカ者、まだ目が覚めてないのか。外に出たいのならまずはこの老骨を倒せ。わしが叩き直してやる。逃げるな貴様。Thank you.
災難に遭った時はどうするか考えるの。10杯のコーヒー、一粒の薬、それともアイオーンの機密書類に埋め尽くされた部屋に逃げ込む。
き他の人が収容部分にもモンスターがいるって言ってた。私がカポにあげたプレゼントが応用物理科の分析室に残ってるんだ。言っておくけど、今回宇宙ステーションを襲撃したモンスターは数十種だよ。中にはステーションのリストに記録されてない新型もいた。うるさい、そんな出し嫌だ。ああ、お前何歳になったんだよ。まだ子供みたいじゃないか。もう泣くなよ。モンスターの真似してあげようか。うわあ。追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。さっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。
宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。こんにちは。何か知りたいことがあるの？ここは宇宙ステーションヘルタ。もちろんその所有権は偉大なるミス・ヘルタにあるわ。ヘルタはもともと器物と異物の保管庫として作られたの。でもミス・ヘルタの追従者たちが管理と研究に参加して、ここは次第に科学研究基地になっていった。あなたたちが通り抜けてきた収容部分には多くの器物と異物が収蔵されていて、研究の中心的な場所になっているわ。今私たちがいるのは主制御部分で、宇宙ステーションの制御中枢よ。このステーション内にはミス・ヘルタのプライベートルームがあって、中には最も貴重で稀有で危険な収集品があると言われている。彼女の性格からしてその可能性は高いわ。はあ、彼女はほとんどのことを所長の私に言っていないのよ。
私は宇宙ステーションヘルタの所長。でも実際はミスヘルタの代わりにここを管理するだけの人間よ。ミスヘルタは天才だけど、バラバラのスタッフを管理したり、宇宙ステーションを代表して直接かつ丁寧に博識学会の難癖に対応することは彼女の能力を超えているの。たまたまその部分は私が対処に向いていたのよ。学者たちの対応は家の口うるさい老いぼれたちより簡単なの。彼らがいくら天文学はあくまで観測の学問であり、経済的な価値を生み出すものではないと口にしても、ミスヘルタを目の前にして同じことを言えるかしら。たとえどんな難題でもミスヘルタの意思だって言えばいいのよ。ヘルタ本人こそ知識の価値の象徴だもの。彼女のおかげで私は星を数えながら寝られるのよ。そうじゃないとかえって家業を継がないといけなかった。考えるだけでも恐ろしいわ。アーランは休憩区で傷の手当てをしてるわ。彼は自分の限界をよく知ってる。もしまだ痩せ我慢をするのなら後でちゃんと叱らないとね。私結構怒ってるのよ。スタッフ全員の避難が終わっているのに彼は命令を聞かず、もう一度収容部分を捜索すると言って譲らなかった。彼が誰一人として犠牲にしたくないのは理解できるわ。防衛課は彼にとってただの仕事じゃない。アーランは怪我をしても気にしないの。彼は他人を守れるかどうかだけを気にする。そうして初めて認めてもらえると感じているの。彼の気持ちもわからなくはないけど、やっぱり自分を大切にしてほしいのよ。ミスヘルタね。彼女は天才クラブの会員で、知恵のアイオンお気に入りの天の長寿よ。ヌースが誕生して以来そんな人間は84人しかいないわ。だからミスヘルタはとても気まぐれで、興味のあることしかやらないし、興味がなくなったらすぐに離れるの。この宇宙ステーションもその産物なのよ。前に彼女の原稿を参考資料として借りたわ。まだ主制御部分にあるはずよ。興味があるのなら見てみてね。あなたとのおしゃべりで少し気分が落ち着いたわ。やっぱり人との交流は気分を向上させるのね。こんにちは。何か知りたいことがあるの？どうしたのかしら？興味津々のようね。宇宙を走る列車よ。もっと言えば、星宮列車は開拓のアイオンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。開拓、アイオン、アキビリが何なのかについてはここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名詞を言われても困るでしょ。光塩水はガーデン・オブ・リコレクションが発明したものよ。記憶のアイオンの追従者たちは記憶の断片を抽出して光塩水を作り保存することに成功した。もう分かったでしょ。光塩水が記憶を残すことができるなら経験や能力も残せる。だから光塩水は非常に貴重な器物で、スターピースカンパニーでは二級完成の流通商品なのよ。
私が知る限り、スターピースカンパニーだけがガーデンオブリコレクション公認の公園追加技術を獲得しているわ。ヘルタが彼らとどんな交渉をしたのかわからないけど、彼女の性格からしておそらく正規の方法ではない。どの公園水も大切にするのよ。それらは元の持ち主にとってはとても大切な記憶なのだから。ううん、私はあんたについて何も知らないわ。でもその雰囲気には覚えがある。あんたに関して心当たりはあるけど、確証が何もないから、今はこの小さな秘密は秘めたままにしておくわね。自分の過去がそんなに気になる？あんたは過去より未来を気にするタイプだと思ってた。私がそういうタイプだからかしら。何かあればいつでも聞きに来てちょうだい。ケアはお願いね。何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。